はい、こんにちは、長野インターネットスープと申します。今長野県は小諸の、ある公園に来ております。そこの今日マルシェで行われてますが、その主催者であります方に来ていただいております。それで自己紹介お願いします。はい、ビオマルシェというマルシェを今企画して運営しておりますけれども、運営委員の篠原と申します。よろしくお願いいたします。今ここのビオマルシェ、はい、どんなマルシェなんでしょうか。まあ、自然であること、あの、はい、無添加であったりとか、あとは添加物を使ってない、あと、クラフト品にしては石油製品を使ってないという自然な、マルシェということで、ビオマルシェやって、ビオっていうのがオーガニックっていうフランス語なんですけども、そういうことで、あの、体に優しい、健康に優しい、それから環境にも優しい、そういうマルシェになってます。ずっとね、まあ、コロナの影響もあってなかなかイベントっていうのができなかったんですけど、ここに来て、皆さん と、また一緒に過ごす時間がね、できましたので本当に嬉しく思っています。はい、どうですか、あの、まあ、今回、3社というか3団体が一緒にこうやってるっていうお聞きしたんですけども、はい、その辺の効果はどうなんでしょうか。それはもう本当に、近くの会場で桜咲くライブという、音楽ライブも開催していて、もう一つ横にある停車場という、そういわゆる、施設があるんですけど、そこで停車場ガーデンとかやっていて、でここのビオマルシェと、でたまたま5月に、いつもやって 3つの団体がやってたので、じゃあ今回一緒にやりましょうということで、3つが同時開催ということで始まったんですけど、おかげさまで本当にマルシェに、あのライブに来てくれた方がこちらに寄ったりとか、まあ、こっち来た方がまたライブに行ったりとかっていう相乗効果がすごくあってですね、お客さんにもおかげさまでたくさん来ていただきまして、ありがとうございます。今後はどうなんですか、どんなふうにこうマルシェやっていこうと思ってるんですか。このビオマルシェは、会場を多少この町種広場と、うん、もう一つ、東御市に、明神池という池があるんですけど、そこにある広、あの芝生の広場、その2つを会場に毎月、10月まで毎月1回やっておりますので、はいはい、またぜひ、あの、皆さんもお出かけいただければと思いますけれども、はい、何広場ですか。ここが町種広場という小諸広場、はい、東御市の方は明神池という池があるんですけど、はいはい、そこにあの芝生の広場がありますので、そこでやります。はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。また皆さんもよ、あの、お出かけください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。はい、あの、桜咲くライブ、マルシェ、ガーデンマルシェ、ビオマルシェ、桜咲くライブの合同の、イベントの、実行委員長の小玉と申します。今回でも10回目になると来たんですけども、もう10回ともなるとなかなか慣れたもんでしょうかね。まあ、毎回毎回ね、それぞれ新しい、ね、ことがあったりで、慣れるというより、楽しみながら、次々次へとステップを踏んで、まあ、10回目になりましたけど、はい、その第1回目 の、はい、その行われた趣旨、その辺をちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、まずですね、あの、地元で、ミュージシャンの右高っていう、彼がですね、福島から避難されてきた方々に癒しの音楽を聴かせてあげようかということで始まったのが最初で、その場所は最初に言ったのは、あの、小諸市会公園の馬場の広いところにステージを作って皆さんに音楽を聴いていただいて、で、まあ、そこからが始まったのがスタートですね。なるほど。どうですか、小玉さん、その時お聞きした時どんな思いだったんでしょうか。ただね、私は申し訳ないんですけどね、あの、このイベントに携わったのが3回目からなんですよね。そういうことなんですね。はい、でただ2回目の時は私も聞く側にいたんですね。はい、ただその時に、あの、一番最初に、荻高君が、被災された方々が、涙を流して喜んでくれた。こうなったら俺たちも我々も、あの、仲間を集めて復興支援をしなきゃいけないんだっていう、そのいけないんだっていうその気持ちが大きかったの で、それが2回3回と続いて、で私もその2回目の時にそういう話をお聞きして、じゃあ私も一緒にやろうよって形で10回まで来ましたね。なるほど。はい、まあ、そして、まあ、今年で10回目ということだと思うんですけども、はいはい、まあ、今回3団体ですか、はい、合同してこう行われたっていう、その辺の意味は何かあるんでしょうか。
まあ、たまたまそれぞれ の実行員の中にネットワークがありましてね、はい、ネットワークを通じて、まあ、同時開催で講師たちと一緒にやろうよっていう話がね持ち上がりまして、でやりましょうってことで始まったんですけど、まあ、もう一つはですね、それぞれが今コロナでねいろんなイベントができなくて、でちょうどこの連休終わった後のこの時期にはいいのではないかっていう、ものすごくそのお互いの、ね、考え方がマッチングしたものですから、ガーデンマルシェで桜サグライブというのは実行委員のメンバーが割と被っていたから、はい、そうしますと、まあ、やろうとすることの、方向性なり考え方は同じだったんですね。でそこに今回は、町種広場という広場が、はい、このガーデンの横にできましたので、ですからこれいつからできたんですか。今年のですね、2月ぐらいだったと思うんです。で4月5月とイベントされているんで、でだったら桜も一緒にやろうよってことで、ただそのガーデンマルシェと桜は同じ委員がいたんですけど、はい、実行委員が、はい、だけどビオマルシェさんの方にいなかったんだけども、はい、いなかったんだけど、やっぱりそれぞれネットワークがあるものですから、でビオっていう意味で言ったらやっぱ自然ですね、はいはいはい、そうすると自然イコール震災もみんなそうなので、ちょっと共通の思いは同じだってことで一緒にやろうっていうことがあったので、うん、なるほど、はい、話しかけたんですね、いろいろと。まあそうですね、はい。そしてどうですか、今日、まあ、だからお昼過ぎましたけど、はい、感想としては児玉さんとしてはどうですか。まあ、こうやって3団体が集まって一つのイベントやった時に、やっぱ集客というか、はい、注目度というか、まあ、それはちょっと10回目にしてわっていうのは私にもありますね、うん、わというより驚きですね、まあ、会場もいいですよね、なんかね。まあそうですね、それなりにね、市の方もこの公演ね、はい、してる方々がやっぱ向こうを作ってくれたってことが一つの、なんていうかな、人が集まる起爆剤にはなったと思いますね。今後どんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか。まあ、今後と聞かれますとね、先ほども市長が挨拶をしてくれたんですけれども、はい、毎年毎回市長さんが来て挨拶してくれるんですね、はいはいはい、で市長さんが今推奨してるんですけど、音楽の街小諸、はい、で私たちもね10回目にしてやっとこう、ずっと今までは震災復興ということでテーマをしてきたんですけど、そろそろまあいい、ね、ステップを踏む時期かなと思って、そうなってますと音楽ライブで、そこに皆さんが集まってきて、これができるあれができるっていう一つの核になる上には、今後考え方としてはもうライブを中心に音楽街っていうものをもっと盛り上げようっていうところの考えで、桜桜ライブは進んでいきます、はい。まあ、音楽を通じてみんなが癒される、はい、そんな会場にしたいということなんでしょうか。そうですね、はいはい、そういうことです。それではぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います、はいはい、まあ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。